Hi everyone! How is going? It's me, Takeharu. Please call me Tyler. So today's practice is number 155. Let's get started. という感じで、昨日間違えて152回って言っちゃいましたけど、154回でしたね。ですから今日は155回目になるかと思います。で、まあ今日も同じように日常フレーズということで、まあ旅行先でも使えるし、日常的な生活の中でも使えるんじゃないかなというフレーズを、まあアウトプットということで紹介していきたいと思います。はい、じゃあ行きまーす。Can you help me lift the baggage? Can you help me lift the baggage? っていう感じですね。はい。で、これを、まあ、ゆっくりというか、まあそんなにね、あれなんですけど、Can you help me lift the baggage? ということですね。文に起こすと、スペルこれでいいですね。バゲージ。BA か。BA ですね。間違えました。Can you help me lift the baggage? Can you help me?もうこれは、なんていうんですかね、中学英文法のもう典型的なもので、誰かに物事を頼むときに使うような感じですね。Can you help me lift the baggage? で、まあ特徴といったら、違いといったら、まあどっちでも通じるとは思うんですけども、これ、荷物、手荷物のことなんですけど、バゲージ。これはアメリカ英語で、で、イギリスの場合は、ラゲージって言うらしいですね。まあ、バゲージとラゲージの違いですね。まあ、同じような手荷物ですね。キャリーケースとかなんかそういう、まあ、手荷物、荷物とかそういう感じの、まあ、要するに一括り、荷物一括りのバゲージということですね。で、いう感じになります。Can you help me lift the baggage? リフトは、これは上げる。Can you help me? あなたはできますか?私を助けることができますか?助けてもらえませんか?手伝ってもらえませんか?っていうことですね。で、lift the baggage、荷物をこう上げるのを手伝ってもらえませんか?っていうことですね。で、あと発音なんですが、まあ、まあ、ここはそんなにあれなんですけども、もうここの lift the baggage のところの、リフトの TT が繋がってるんで、lift the baggage. Can you help me lift the baggage? もう、この lift the になりますね。T と T で繋がって、で、つじゃなくて、can you help me lift the baggage? こっちの the のこっちの方がくっつきますね。前の T がもう消えちゃって、lift the baggage.Can you help me lift the baggage? っていう感じになってます。っていうところですね。発音としては、まあ、ここぐらいじゃないでしょうかね。つながるというか、というところですね。で、あと、もう一つの、まあ、注意点っていうか、まあ、どうなんでしょうね。ニュアンスの違いで、よくありますよね。Can you? Will you? Could you? Would you? どう違うんだというところで、ありますけども、これはもう、なんていうんですかね。で、4つとも同じような、もう意味ですね。誰かに物を頼むときに、お願いをするときに、Can you? Could you?Will you? Would you? っていう風にするんで、まあ意味合い的にはニュアンスは同じです。何々してもらえませんか? っ
ていうとこですね。で、どう違うかっていうと、この4分割に分けられまして、まずこの上と下っていうのは、これ言ったら現在形ですよね。can も will も現在形。で、could も would も過去形になりますけども、どう違うのかっていうと、現在と過去っていうことで、時間の距離がありますよね。時間の隔たりがあるということで、これを人間関係に置き換えて、目上の人、もしくは知り合って間もない人、もしくは初対面の人、そんなに人間関係ができてない、あんまり近しい人ではない場合に、ちょっと少しどちらかというとかしこまった言い方というか、丁寧な言い方でお願い事をしますよね。で、そういう時に、要は人間関係が近くない、距離が少しあるというところを、現在と過去の時間の距離があるというふうな、遠回しな言い方でもって表現をするということで、どちらかというと、もう、can you?何々してくれる?とか、何々してもらえる?っていう、その、ちょっと少しお願いではあるんだけど、少しライトな感じですね。will you ももちろんそうです。それが、丁寧になって、could you? とか、would you? だったら、すいません、これしてもらえませんか?なんとかしてもらえませんか?お願いできますか?っていう感じの、表現になります。だいたいこれは上と下の違いですね。現在形と過去形の表現でどう違うのか。まあ、要するに丁寧さの度合いが違いますよと。で、あとは、この can と will っていうのはどう違うかっていうと、元々の現在形のところの意味合いのところで言いますけども、これ can っていうのは結局、できる、できない。できる、can。できない、can't。can not って言いますよね。ですから、物理的に、能力的に、できる、できないかっていうのを、もう聞いてるような感じですね。ですから、例えば、なんでしょうね、道を聞くときなんかは、can you teach me? っていうふうな感じで、can you tell me? っていう感じで、駅への行き方を教えてもらえませんかっていうふうな、ことを聞くわけです。で、これなぜかって言ったら言い方おかしいですけども、例えば地元の人で、駅って言っても、例えば、よっぽどの大都市、例えば東京、大阪、政令指定都市で、JR であったりとか、施設であったりとか、あとは地下鉄であったりとかって、もう本当にそういうのが集中してる駅でなければ、だいたい一つですよね。なんとか駅って言ったら、もうそのエリアに一つみたいな感じで。何々線の何々駅とかっていうのがあれば、二つ三つ五つっていうのがあると思うんですけども、どこの何々駅っていうのがなければ、例えば、東京駅もそうですけども、東京っていうふうに、僕は昔住んでましたけど、今はどうなってるかわかりませんけどね、東京っていうふうに名のつく駅は、言ってしまえば基本的に新幹線がつく、東京駅ってあるのかな、そういう一つの駅っていうことで、地元の人っていうか近くに住んでる人であれば誰でも知ってますよね。ですから、案内できる、能力的に案内、する能力あるだろうということで、can you tell me? っていう形で道を聞くわけです。で、この will っていうのは、できる、できないっていう、能力的なものではなしに、気持ちっていうか、意思ですね。意思を表すってことになるんで、例えば、喜んでそれをしてくれる意思がありますかと。その、できないものを無理やり、その、例えば能力的にとか物理的にできないものを無理やりやってくださいっていうのはもちろんその話以前の問題ですけども、できることを分かった上で、やろうと思えばできることを分かった上で、喜んでそういうふうなことをしてくれる気持ちはありますかってことですね。それをちょっと貸してよっていう時なんかでもそうですけども、持ってるものを貸すってのは誰でもできることじゃないですか。ペンを貸すとか、車を貸すとか、本を貸す、誰でもできることじゃないですか。できますよね。
なんていうんですかね、人間同士であれば入って渡すだけで済みますから。で、要はそこに気持ちが入って、まあ、気持ちよく喜んで貸してくれますかっていうことをニュアンス的に言うときに使います。ですから、まあ、そういうニュアンスで分けるということですね。物理的にできるかできないか、能力的に可能か不可能かっていうところで、まあ、can, could. で、will, would っていうのは気持ちとか意思で、できることを前提として、要は、気持ちよくそれしてくれますか？気持ちよくっていうのはね、ちょっとニュアンスが違うかもしれませんけども、してもらっても構いませんかっていうふうなニュアンスの聞き方ですね。で、もうあと一つ、こっちの could とか would が、丁寧な言い方って言いますけど、もうちょっと丁寧な言い方で、あったのが、would you?be able to 何々っていう表現ですね。これが、すいませんけど、申し訳ないんですけども、よろしければ、こういう、これお願いできますでしょうかっていう、まあ、へりくだったっていうか、ものすごく丁寧に、言う感じの時ですね。まあ、それが本当に、まあ、年配の方であったりとか、名誉の人であったりとか、まあ、例えばお客様であったりとかっていう時に、まあ、できたらでいいんですけども、できれば、これでお願いできませんかっていうところで、少しとこう、へりくだるっていうかね。そういう感じの時に、would you be able to 何々っていう感じの表現があるようです。まあ、そんなにめったには使わないと思うんですけどね。大体まあ、この4種類で、通じるんじゃないかなと。で、まあ、その、フランクな友達、まあ、例えば自分が、お客さんで店員さんに言う時だったら別に、もう can you とかっていうで、will you とかで十分通じると思うんですけども、目上の人っていうか、本当にお願いをするときとか、ごめん、これちょっとやってもらえないかなとかっていうときなんかは、could とか would で使っていけば、いいんじゃないかなと思う。そういう使い分けが、ね、さらっとこう、考えずに、パパパッとこうできるようになればかっこいいと思いますんで、勉強して、反復してできるようになっていきたいなと思います。今日はこんな感じですね。はい、ありがとうございました。ツッコミコメント、いいなコメントありましたら、ぜひよろしくお願いいたします。チャンネル登録、それから、グッドボタンもお待ちしております。Thank you for watching this video. Could you please subscribe? See you next time. Bye!